吉川寛治、吉川寛治5月12日から1956年9月29日、旧姓、ソネは大正時代から昭和時代にかけて活躍した実業家、白爵、千葉真鍮と呼ばれる身分違いの真珠事件で世を騒がせた吉川鎌子の夫、ソネ荒ラスケの次男として生まれる、1905年東京高等商業学校卒、 後、吉川県政伯爵の四女、鎌子と結婚して、吉川家の婿養子となる。男子に恵まれなかったため、資産等は娘、秋子の婿である、吉川三考が相続している。1920年、検証の死去に伴い伯爵を執着するが、以後は実業界での活動に専念、後に、台湾工業、岩木工業、足利宝石の社長などを歴任する活躍を見せた。 1921年に池上電気鉄道社長。1941年満州線移行業社長。1943年藤田組社長。漢字には当時の大見の御蔵士の例に漏れず放灯癖があり、商宅に出入りすることが多かった。身持ちが悪く、妻の鎌子の姉とも噂があった。そのため鎌子はやがてお抱え運転手、倉持陸助と深い仲になる。 これを知った検証と漢字は、倉持を解雇し、鎌子を軟禁するが、鎌子は逃げ出して倉持と駆け落ちし、1917年3月7日、小泉千葉駅近くの県立女子師範学校脇から、走行する6時55分千葉発本千葉駅の炭行列車に飛び込み自殺を図る。ところが、両者とも重傷を負いながら死にきれず、鎌子は病院に収容されて、一命を取り留め、 倉持は近くの土手で担当で喉を刺して自害した。倉持は24歳、鎌子は27歳で5歳の娘がいる身だった。白尺家令場とお抱え運転手の果たせの中が引き起こした新獣未遂事件は千葉新中として世間を騒がせ、この終分で検証は数密院副議長を辞任、幹事も政界進出の道が断たれることになった。 千葉真中の歌という流行歌まで生んだ。退院後、鎌子は倉持の後釜のお抱え運転手で沢佐太郎と恋仲になり、1918年10月6日に佐太郎と出奔した。しかし佐太郎は世間から妻弾きにされて就職できなかった。このため、父の吉川健生は鎌子の旅重なる不貧困に激怒しつつも仕送りを続けていた。 やがて1920年に検証が病死すると、鎌子は生活に急死。1921年4月17日、腹膜炎のため31歳で病死した。ありがとうございます。